プディングチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。この度、スポルディングジャパンの社長佐々木さんより直々に任命を受け、チームスポルディングの MC をさせていただくことになりました、瑠璃です。よろしくお願いします。今回は記念すべき初企画です。あ、わったあんまりはしゃぐとね、クビになっちゃうかもしれないんで、ちょっと落ち着いていきたいと思います。さて、今回のテーマは、世界初のバスケットボールを開発し、現在も NBA 公式球として確かな実力を誇るバスケットボールブランド、スポルディングには、日本のバスケットボール界が誇る有名人を招いたクローズドなパーティーがあるらしい。かっこ社長団ということで、今回はやってまいりました。こちら、スポルディングパーティーに潜入したいと思います。それでは早速、行ってみましょう。わー、すごい、周り一面新商品が並んでいます。こちらのかわいい猫ちゃん、トムとジェリーだ、かわいいですね。こちらの商品は来年2月の頭に店頭に出るみたいで、まだまだ先なんですけど、今日はそれを一足先にね、紹介していただけてるみたいですね。ちょっと見てください、このボール。誰がボールや誰がボールや。ボールが喋った。ボールが喋ってね、ボールが帽子かぶるか。何や急に初対面で。君は誰や。私はスポルディチームスポルディングの MC を務めてるルリっていう。ルリちゃん、はい、何ですか急に。ごめんなさい、人なんですか。まだ続いてんのかい。ちょっと皆さん、ご覧ください、はい、キリンの田村さんに、はい、大西ライオンさんが、はいはい、そして紹介してたら、それは MC でしょ、ちゃんと紹介しないと。はい、どうぞ、ね。ごめんなさい、名前だけ聞いて。言うて、ちょっとこう、ちょっとちゃんと抜いてください、この顔。この情けない MC の顔。本当に待って、ごめんなさい。言ってもらおう、言ってもらおう。お名前を頂戴してもよろしいですか。浅井タワーです。誰やねん。誰やねん。いやいや、知ってるんですよ。元山田カントリー、今年3月に解散して、浅井タワー、ピン芸になりました。浅井タワーです。誰やねん。なんでおんねん、今日。だからね、今日はね、はい、僕とライオンは、はいはい、このスポルティングのイベントの MC をさせてもらうということで。そうなんですか。そうなんですよ。はい、じゃあ私知らなきゃダメじゃないですか。そうですよ、はい、知らなかった。本当に知らなかった。スポルティングパーティーのイベントを2人でやるんですよ。そうです。僕らはね、浅井タワーさんも MC されてたんですか。僕はあの完全プライベートでスポルティングの新商品を見に来たんです。なるほど、いろんな方がいらっしゃる、ね、いかに吉本がスポルティングを愛してるか。なるほど。さらに今日はね、まあ、おまけな際もいますけども、はい、我々芸人以外にもですね、うん、ちゃんとスポルディさんが用意した、はい、プロ選手もいれば。プロ選手、はい、その普通の普段みんなが見てるバスケット以外のバスケットのすごい方もいますから、うん、続けて取材してみてください。ぜひぜひ。いろいろな面白い方がいます。ちょっともういろんなミッションが多いよ。楽しみですね。頑張ります。頑張れ。ありがとうございます、はい、あ、握手していただいて。よし、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ決まった人も頑張ってね、はい、頑張ってください。 MC 頑張ってください。ステージも楽しみにします。ちなみにこの格好はまだ着替え途中です。すみません、忘れてました。ほんまや、忘れた。わけわからかっこしました。大丈夫ですかね。ただのロス教のおじさんじゃないです。はい、この格好では心配ないさ。これだけ言うとかないと。誰か、ありがとうございます。頂戴します。ありがとうございます。ということで、次回は B リーグで活躍されているスポルディングジャパンの契約選手に直撃します。お楽しみに。